ドッジシティドッジシティはカンザス州フォード郡にある都市で郡庁所在地である。名前はグレンビルエームドッジに由来する。2010年国勢調査での人口は27,340人。ラジオとテレビで長く放送され続けた西部劇、ドラマ、ガンスモークのセットがドッジシティに作られていることで都市の名前はアメリカ人の多くの世代に有名である。 ドッジィにはセミプロのバスケットボールチーム、ドッジ式レジェンドがあり、ユスブルのメンバーである。レジェンドはユスブルの選手権で3回優勝している。俳優で映画監督、デニス・ホッパーの出身地でもある。ドッジ式での最初の居住地はマントリでだった。1847年にサンタフェトレールを行き交う旅行者の希望で建設されたが、 1848年のインディアンの攻撃で崩壊した。1850年、アメリカ陸軍は、マントリデのあった場所に、アトキンソントリデを建設するが、1853年には、軍は撤退する。1859年には、はるか北東にラーンド、トリデを再建するが、南北戦争の後のドッチシテ式周辺は、長い間音の住まない場所だった。1865年、 西部でのインディアン戦争が激しくなるにつれ、軍は、ラートリデを支援する、ドッジトリデを建設した。ドッジトリデは1882年から現在まで、残っている。1871年、牧場主のヘンリー・ジェシュトラーが、ドッジトリデの東に所有する牛を見渡せる小屋を建てた。サンタフェトレールとアーカンソー川に近いリベンサから、シュトラーの小屋は旅行者の休息の場所になった。 1872年、ドッジ取から西に5マイルの位置に、開拓者は、ドッジシティの街を作り、ジョージ・エム・フーバーはドッジ取から来る、喉の乾いた兵士のために、最初のバーを作った。アッチソン・トピカンド、サンタフェ鉄道がその年の9月に到達し、ビジネスの準備は整った。初期の開拓者たちは、バッファローの骨と皮を攻撃していたが、鉄道の開通後は、 牛の交易に変わった。テキサス州からテキサスロングホーンを鉄道でカンザス州に運んでくるアイデアは1850年代の終わりからあったが南北戦争のために少し中断された。1866年最初のテキサスの牛がカンザス州南東のバクスタースプリングスにやってきた。しかしテキサスの牛はダニを運んできて他の品種の牛にヒダスを流行させた。 これは地元ではテキサス熱と呼ばれ懸念したカンザス州の農家はカンザス州議会に州の中央に検疫ラインを作るよう説得した。検疫所は人が多く住む州東部からテキサスの牛を遠ざけた。牛の交易が州西部で進むにつれテキサスロングホーンはチザムトレールを使って北へ運ばれ始めた。1867年の大きな牛のはカンザス州。 アビリーンであった。利益は高く、他の町もこの牛ブームに、すぐに参加した。1871年には、ニュートン1872年には、エルスワースと一他の町が名乗りを上げた。しかし1876年、カンザス州議会は、カンザス中部に定住する農民からの圧力に応じ、もう一度さらに西に隔離ラインを変え、結局は、アビリーンや他の牧牛の町は、 家畜売買から撤退を余儀なくされた。他に牛が行く場所もなかったため、ドッジシティはこの時突然、牧牛地の女王と呼ばれるほどになった。グレートウェスタンキャトルトレール、またはウェスタントレールと呼ばれる新しい道は、ドッジシティへ牛を導くために刻むトレールから分岐した。ドッジシティは、家畜収容所を毎年通り抜ける何千もの牛のおかげで信仰都市となった。 ドッチシティの家畜売買のピークは1883年から1884年だった。当時の町は恐ろしく成長した。1880年には、教会の町コールドウェルが、牛の売買の競争を相手として、頭角を表した。数年間の2つの町の競争は猛烈で、両者とも町が繁栄するのに、十分な牛がいた。しかし、どの町も、 ドッジシティほどにオールドウェストを体現する開拓地ではなかったため、この争いはドッジシティが制した。ドッジシティにはまた一時有名なガンマンが西部の他のどの町よりも多く働いていて、彼らの多くは1883年のドッジシティ戦争に参加した。このカウボーイたちを隔てるため、町にはサロンやトバ、売春宿などができた。 1884年にはメキシコの闘牛士が特に選ばれたロングホーンの牛と戦う闘牛場もあった。より多くの農業の開拓者が西カンザスへ移動するとともに衆議会への圧力は高まった。1885年には隔離ラインは州全体に拡張されウェスタンロードは閉鎖された。このため1886年までには町のカウボーイ、 サロンキーパー、ギャンブラー、売春宿の主人らは、南市の未経験者用牧場へ移動し、ドッジシティは、西部のありふれた他のコミュニティような、活気のない、小さな町となった。荒野の決闘、OK 牧場の決闘で後に知られるようになる、アープ4兄弟の次男ワイアットアープが保安官を、務めた町でもある。ドッジシティは、北緯37度45分35秒。 成形100度1分6秒に位置している。アメリカ合衆国統計局の調査によると37.68平方キロメートルを占め37.40平方キロメートルが陸である。2010年の国勢調査によると27,340人が住んでおり8777世帯6,241の家族が住んでいる。人口密度は 731.1人平方キロメートルである。9378件の住居があり、250.8件平方キロメートルである。人口の72.5%が白人系、アメリカ人2.5%が、アフリカ系アメリカ人1.1%が、インディアン1.6%が、アジア系0.2%が、 ハワイやグアムなどの太平洋の島々からの移民 19.、19.3%が、その他の民族や人種、2.9%が2つ以上の民族や人種を親に持ち、57.5%がヒスパニック系である。8777世帯のうち 40.、40.3%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、51.5%は夫婦で生活している。 13.0%は未婚の女性が世帯主、6.6%は未婚の男性が世帯主であり、28.9%は家族以外の住人と同居している。22.7%は独身の居住者が住んでおり、8.3%は65歳以上の独身である。1世帯の平均人数は3.05人であり、家庭の場合は、 3.60人である。人口の31.8%が18歳未満で、11.8%が18歳から24歳、27.8%が25歳から44歳、19.6%が45歳から64歳、8.9%が65歳以上である。平均年齢は28.9歳である。市の全人口の51.4%が、 男性であり、48.6%が女性である。一世帯の平均年収は43,994ドルであり、家庭の場合は49,957ドルである。男性の平均収入が31,400ドルであるのに対し、女性は27,884ドルである。住民一人あたりの収入は18,350ドルであり、 人口の19.0%、16.7%の家庭が貧困性以下にある。18歳未満の28.7%、65歳以上の8.1%が貧困性以下にある。ありがとうございます。